こんばんは、石野卓球です。いい音楽をマニアックに、新しいものから古いもの、邦楽洋楽にこだわらず探求しようというプログラム、ミュージックパイロット。8月は僕石野卓球がお送りしています。今週で3回目になるんですけども、今週が最後というのが、私石野卓球お送りする最後ということで、先週とその前、1回目2回目とですね、ツアー DJ で行った、海外のいろんな国のお話をしてきましたが、今週はですねちょっと、内容を変えまして、DJ ミックスをお送りしたいと思います。そうですね、今年は今年もまたワイヤーというイベントをやるんですけど、そこでは僕ライブをやるので、ここでは、今日の番組では DJ をお送りしたいと思います。この番組ミュージックパイロットは、パーソナリティがその時にかけたい曲をどんどん紹介していくプログラムです。今週のオープニングナンバーは、いよいよ今週に行われますワイヤー02、こちらのですね、テーマ曲です。聴いてください。ワイヤー02、ワイヤーワイヤー。
ワイヤー02ワイヤーワイヤーでした。今週は、先ほども言いましたけども、DJ ミックスをお送りしたいと思います。そうですね、最近は、こんな感じで、クラブでやってますっていう感じを、まあ、クラブではね、実際もっと長くやるんですけども、まあ、2時間とかね、3時間とか。この前はですね、8月の頭にすごく長いイベントをやって、いつも、お盆と正月にですね、長くプレイする、パーティー、DJ パーティーをやってまして、去年の暮れにですね、15時間半っていう最長記録がありまして、で、この前またお盆にですね、8月にですね、12時間ぐらいやったりとかしてですね、やったんですけど、まあ、さすがにそんだけ長くお送りするわけにはいきませんので、今日はまあ、この番組の中に収まるようなコンパクトな感じでお送りしたいと思います。それでは聞いてください。石野卓球 DJ ミックスです。
We'll be right back.
はい、石の卓球のミュージックパイロット、今夜は、石の卓球の DJ ミックスをお送りしました。いかがでしたでしょうか。さて、石の卓球がお送りするミュージックパイロットは今日がラストでしたが、来週からはスケッチショーのお二方、細野晴臣さんと高橋幸宏さんのお二人が、お送りします。彼ら二人はですね、今回ワイヤーにも、出演してライブを、やってくれます。すごく楽しみにしています。そうですね、もう本当に僕がこう音楽を始めるきっかけにもなった人たちなので、すごく、楽しみであると同時にこう光栄ですね。そして今週末いよいよですね、埼玉の、スーパーなアリーナというところですね、あの大きな会場でワイヤー02というのを、行います。今年で4年目になるんですけども、ぜひ皆さん、遊びに来てください。一晩中テクノで踊り明かしましょう。世界中の、ね、いろんな DJ なんかも参加しますんで、ぜひとも僕もライブやります。そして来週からこの番組をやるスケッチショーのお二方もライブやりますんで、ぜひとも皆さん遊びに来てください。ワイヤー02です。この番組では皆さんからのおはがきをお待ちしています。郵便番号 150-8001 NHKFM ミュージックパイロットの係までお送りします。言ってください。ミュージックパイロット、3週にわたってお送りしました。石野卓球をお送りしました。いかがだったでしょうか。またそれではパーティーで お会いするか、どこかでお会いしましょう。それでは最後の曲です。聞いてください。僕はすごく好きな、ボーカリストの人です。マーク・アーモンドっていう人なんですけども、彼の曲で、マーク・アンズ・マンバスでビッグ・ルイス。Didn't talk